ルーティン動画です。7月の15日金曜日、時刻の方は17時5分です。お、ガソリン値下がりしましたね。レギュラーリッター2万トンで80切符、ちょうど200円ぐらいですかね、200円ちょいかけぐらいですかね。なんか2万って言ったらね、あの去年あたりの相場のほぼほぼ3倍ぐらいなんですけども、なんかすごく安くなったような気がするのはね、まあ、気のせいって錯覚っていうか、バンビエン、タラートバンビエン、タラートレーンですね。紹介でしたね。なんか QR コード決済ね、東南アジアの、中央銀行がね、各国の中央銀行が、なんか連携を高めてね、QR コード決済をね、システムをシェアしようみたいなね、そんなニュースがね上がってました。とね、日本もね、もう僕も日本5年に1遍ぐらいしか帰らないですしね、1回帰っても1週間10日ぐらいしかいないんで、まあ、日本のこともほとんど分かんないんですけど、多分ね、いろんなQR コード決済なんかがね、普及してるんじゃないかなと、勝手に予想してます。まあ、これがね、このシステムがね、リンクしていけばね、これからね、海外旅行してもあれですよね、現地通貨を、ね、調達する必要がなくなってきたりしてね、そういうのは、ね、とても、ね、便利になってきますね。まあ、けどどうなんですかね、ラオスで、ラオスがその流れに乗っかれるのかな、謎ですね。まあ、けど想像以上にね、ラオスってその辺のね、システムにね、結構システムの波にね、乗っかってるところもあるんで、意外とね、すんなり乗っかっちゃうかもしれないですね。まあ、将来がね、楽しみですね。僕も一応ね、もうワンペイっていう BCL のね、QR コード決済アプリをねダウンロードしてね、使えるようにはしてるんですけども、まだ一回も使ったことないですね。やっぱね、おっさんなんでね、現金の方が間違いねえみたいなね。まあまあ、そのうちね、どっかでね、使い始めるタイミングもあるのかもしれないですね。あとあれだね、円がね、円がラオ切符に対してだいぶ弱くなりましたね。111円、ね、そっちこっちだったのがね、今108円、円じゃない、108点なんぼ切符ですね。だいぶね、弱くなってますね。まあまあ、けどでもね、一応ね、1万切符100円をねちょっと割り込んでるんで、まだまだね、旅行に、いらっしゃってもね、お得感をね出るんじゃないかと思います。まあ、ちょっと前まではね、100円で、8200とか8500切符ぐらいでしたからね。もう週末、今ちょうどあれか、タイの連休のね中日ですね、3日目ですね。今日、明日、明後日までがね、タイの連休なんで、まあまあ、今日もね、街中にはね、タイからのね、観光客、あとね、バイクでね、ツーリング来てるね、タイ人も結構見かけますね。
ドカティとかね、BM とかでかいツアーラーのねバイクがねギャンギャン走ってますね。うん、ああいうのねかっこいいけど重いもんね。このラオスではあんまり重いねバイクは取り回しがねめんどくせえ感じがしますね。まあ 200cc ぐらいがねちょうどいいかなって感じでね、もう250もねちょっと重いっすね。まあもうじじいになってね力もなくなってきてるんでその辺はしょうがないと思います。うん、今日も暑かったんですけど、あ、意外と人いねえな。意外と人がいないですね。あ、けどちょうどこの時間帯はあれっすね、カヤッキングとかにね出てる人が多いかもしれないですね。まあ、日没直後ぐらいにねナムソン、ソン川から上がってきてで、まあね、シャワー浴びて、食事みたいな流れなんですかね。まだね、こんな、ね、視野もね、全然入ってないですもんね。さあなんてことを言ってると、間もなく目的地万博ちゃんたらに到着。そうですね、うん、あ、今日は金曜だからだね、宝くじの日だね、うん、宝くじをちゃんたらの娘が熱烈販売中ですね。さあ着いた、今日は何本のも